かな銭太鼓の曲打ちをご覧いただきました。ただいま打ちました銭太鼓ですけれども、少しだけご説明申し上げますと、30センチ余りのビニールパイプでできております。以前は竹で作っておったんですけれども、竹といいましても普通の竹ではありませんで、かやぶき屋根の藁の下に張ってある竹、すす竹というそうですけれども、それを使って作っておりました。これは長年天井に張ってありまして、大変に乾燥しておりまして、打ち囃しますととてもいい音がしたんですけれども、最近ではこのすす竹がなかなか手に入りませんので、ビニールパイプで作っております。中に五円玉が5、6枚入っておりまして、打ち囃しますとあのようにガチャガチャといい音がするんですけれども、お金が入っておりますところから銭太鼓と呼ばれております。それをご覧いただきました。あとはいよいよ本場の土壌すくい踊りをご覧いただきます。本日踊りますのは、先ほど太鼓鼓を受け持っておりました一宇里幹事が踊ります。最後までご声援のほどよろしくお願いいたします。その後は最初にご案内申し上げました通り、皆様方の出番となっておりますのでね、こちらの舞台で土壌すくい踊りの教室を開きますので、ぜひご参加くださいませ。それで踊っていただいた方にはちゃんとお土産を用意しておりますので、安心して踊ってくださいませ。なんと終了証書を差し上げますのでね、ぜひお持ち帰りくださいませ。それでは本場の土壌すくい踊りをご覧いただきます。ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。
きな視聴者の方にありがとうございます。私どもの踊りが終わりました。はい、初めにご案内をいたしました、これからお客様の出番でございます。ご協力をいただきますようよろしくお願いをいたします。いかがでしょうか。お帰りでございますか。まだなりませんか。はい、お出かけにならないと終わります。お出かけにならないようでございますので、民謡踊りをもう一つご覧いただいて終わりといたしたいと思います。先ほど